スタジオ C のアトリエ荒井義でございます。先日の動画でご紹介した手帳型のスマートフォンケースご紹介をしたいと思っております。ロゴが入ったスマートフォンケースなんですけども、開くと前面に刺繍を総刺繍してます。わかりますかね。結構ね豪華な刺繍なんですよ。ブラックデニムの生地に、シルバーグレーの糸で刺繍をしてます。内側はですね、カードが1枚ここにこう入るように1枚ポケットをつけております。あとこのスマートフォンケース、この間にスライドが入ってまして、こういう風にスライドで上がるようにスライドはですね、こんな感じですね。こんなものがついてます。でこの剥離紙がこうついてるんですけれども、これをペロッと剥がしてもらって、でここに携帯を、直に貼ってもらってもいいです。ただここかなり粘着力があるので、後でこう外すときに携帯電話を痛めてはいけないので、自分はケースを貼り付けてます。今回作ったこの手帳型スマホケースなんですけれども、もう見てわかると思うんですけど、ここに留める帯がないんですね。なのでこういうパカパカこう自由に開いちゃいます。普通のスマートフォンケースってこんな感じでホックがついてて、ホックがついてたり、あとマグネットだったりとか、もともとこれが嫌いなので、手帳型のケース使ってなかったんですけども、今回留め具いらないよねっていう動画もお送りしたんですけれども、留め具なくても全然使えるんですね。使いやすい、開きやすいし閉じやすいし、ポケットに入れたりカバンに入れたりするときに全然この帯がないから引っかからないんですよ。帯があるとですね、結構引っかかるんですよ。置いたときもそこまでこう、ちょっと多少は浮くかもしれないですけど、そこまで気になるほど開くこともできませんし、使いやすいですよ。ここ何日か使ってますけど、非常に心地よく使っております。実際にスマホ装着してみます。横にしてもですね、多少はいます。どのぐらい開いてても僕は気にならないですけど、開くときも簡単にこう開いて閉じれますし、カバンとかに入れてても中で開くかなと思ったんですけど、そんな気になるほどではなかったです。スタジオヨシではですね、このタイプの、ホックがないタイプの、スマートフォンケース、手帳型スマートフォンケースを今後展開していきたいなと思ってます。いろんなデザイン、僕は刺繍が好きなので、刺繍デザインこだわったりとか、もちろん無地でも作りたいと、あと、ご希望の方にはオーダーメイドで何かデザイン刺繍して入れてあげたりとか、ロゴを入れたりとか、そういうサービスもしていきたいと思いますので、ご期待いただければと思っております。はい。ご視聴ありがとうございました。スタジオ吉井からよしでございました。